僕の体はだいたいスーパーの惣菜とサラダとおにぎりでできている。お兄さんの大事なおにぎり勝手に食ってんじゃねえ。何だったんだ。ミノルの友達。あ、おにぎりの人だ。人と食べるのが苦手というか。俺が握ったやつ食って。僕の体に何か新しいものが入り込んできた。僕らの食卓。